さあ、そして続いてはバックカントリーを紹介していただきましょう。バックカントリーを担当するのは、神田本館の、戸沢さんとなります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやよろしくお願いします、はい、本当にバックカントリーですからね、はい、もう本当に山の向こう側を滑る。そうですね、人がいないところ、人がいないところ孤独なスポーツですけど、はい、孤独だからこそ最高級のなんか喜びを得れる、はい、ね、おっしゃる通りです、はい、そこに、最適なマテリアル紹介よろしくお願いします、はい、では今年の、まずキーワードが山スキーは2つございます、はい、1つがまずスキーで、センター幅107mm プラスマイナス1mm、うん、はい、と、もう一個ビンディングなんですけど、うん、ツアービンディングの、理想形の誕生、うん、このキーワード2つ、ご紹介させていただきたいと思います。そのキーワードすごく分かりやすいと言いますか、はい、まあ、僕もバックカントリーやらないわけじゃないんですが、はい、全くやらない人が今までと何が違うのっていうのはもうちょっと簡単に説明できませんか、はい、そうですね、じゃあまずスキーなんですけれども、うん、はい、僕たちがスキーを、ご案内する際に、うん、そうですね、この普通のこちら普通のスキーなんですけど、これ普通だね、トップトップセンターで、あともう一個テール、はいはい、スリーサイズっていうのがスキーにはあるんですけれども、うんうん、ここの、スリーサイズの中で真ん中のセンター幅っていうところを目安にご案内することが多いです、はい、うん、でそれがですね、だいたいこの真ん中の太さが100mm、 100mm、ね、はい、うん、こちらが、一応オールラウンドに非常にお使いいただけます、うん、で、100ミリというサイズはオールラウンドで滑れるスキーのセンター幅だよと。そうです、はい、なるほど。で100ミリよりも太くなるとよりパウダースノーだとか、うん、なるほどね、そういった浮力が増えるのね、はい、うん、で100ミリ細くなっていくと今度はゲレンデだったり、うん、あとはツアースキー歩いて実際に遠くへ歩いたりとか、うんうん、っていうのが、やりやすいですよっていうようなイメージでご案内することが多いです。そして今回の2つのキーワードは107ミリとも言いましたね、はい、っていうことはさらに、そうです、ちょっと太め、太めになったということですね、はい、なるほど。バックカントリーやってみたいなという方はもう今年のこの107ミリを買った方がより楽しめると。そうですね、はい、なるほど、ね、でそのなんでかっていうところのご説明になるんですけど、うん、日本のこの山スキーの環境っていうところでいくと、まあ外国人の方たくさんいらっしゃってますけども、はい、まあ、ジャパウっていうような、ジャパウ、ジャパウ、うん、はい、非常に日本の上質な雪質っていうところでどん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 たくさん降るっていう雪質が非常に、なるほどね、はい、魅力の一つ。今年もね、はい、あのインバウンドの方が多かったですね。そうですね、はい、やっぱ日本の雪ってそんなにいいですかね。めちゃめちゃいいですね、はい、まあ、と言っても僕あんまり海外であんま滑ったことないですけど、あ、そうですね、ちょっとしかないですけど、いや一回行った方がいいですね。そうですね、フェロースキーツアーで、はい、はい、で、まあ、あとはその欧米との違いっていうと、うん、歩いて登って滑ってっていう、はいはい、要は氷河とかそんなないので、うん、はい、山スキーを楽しむ場合は、ヘリコプターとか、うん、キャットとかっていうよりは歩いて登って滑ってっていう、うん、方々が多いというところが、違いかなというところで、で僕たちがその日本の雪質っていうところでじゃあ今年どういうふうに、楽しむのがいいのかなって考えた時に、うん、フォーカスしたのが107mm、 107mm、はい、で以前よりもやっぱり太くても、整地も滑りやすくて、うん、かつやっぱり太い分浮力があって、うん、本当に本当の意味で の、 その、オールラウンドというか、なるほどね、はい、そういうのが、はい、実現できてきてきてるので、はい、ってことはバックカントリー用の板だけどちょっと足ならしでフリーランシューと、はい、で滑っても普通に滑れる、そうです、はい、でパーでいけちゃうと、そうです、はい、もう一石二鳥ですね、はい、っていうところで、うん、はい、107ミリっていうのが、はい、そうです。でもう一つトピックスとして、はいはい、山スキーで使用する金具で、マスターさん、テックビンディングって聞いたことある？テックビンディング、はい、いや初めて聞くな、あ、はい、初めて聞くな、はいはい、興奮しちゃいましたねヘルメットもね。で、ですね、うん、これがいわゆる普通のアルペンビンディングですよね。アルペンビンディングですね、はいはい、こちらの板についてるのが、うん、これがテックビンディングは、ね、はい、ちょっとあんまり見たことないような、見たことない、ちょっと何これ、はい、ちょっとご覧いただけると、はい、これどうやって履くの？ここがピンになってる、この 1,2,3,4 本のピンでブーツを留めるっていう、なるほど、はい、これがあの主流ニーズの中心っていうところになってはいるんですけれども、これも流れが2つあって、うん、本当にとにかく軽いもの、うん、これあの見た目的にもちょっとこうすごい軽そうに見える、軽そう、はい、
とにかく軽いもの、もしくは、あとは滑りもやっぱりこのアルペンビンディングとかと比べると抑える部分がちょっと少ないので、うん、やっぱり滑走性ですねっていうところが不安な方もいらっしゃると思うんですけど、そういった滑走性を高めたようなビンディングっていうのが、はい、今出てきてるので進化し始めましたね。そうです。っていうことは普通のブーツじゃ入らないってことでしょ。それがですね、ちょっとまあそれも追ってご説明します、はい、これどうやって履くの。これはですね、こうつま先ここにつけると、わかった、ネズミ取りみたいにパチンってやるんだ。そうです。ああ、はい、でここにブーツが挟まれる。で脱ぐときはここ、はい、押していただける、はい、この辺です。なるほど。後ろは、はい、後ろはこのまま同じように踏んでもらえれば、あ、ガチャンと入ってくれると。そうです、そうです。お前すっげえの作ったな。でもこれ30年以上前からあるんですよ、実は。そんなですね、はい、昔っぽさが今の時代にはフィットしちゃうというですね。はい、まあ軽くなって滑りやすいと。そうですね、なるほどね。でこの金具の進化っていうところで、まあ、スキーは107ミリと、金具は、こういった新しいテックビンディングのさらに新しいものが、さらに新しいものがある、はい、あります。ちょっとそれ紹介してくれるかしら、はい、じゃあビンディングからいきます。スキーも順番通りでしょ。じゃあそうですね、はい、じゃあまずはスキーから、うん、はい、こちらご用意しましたのが、ベクターグライドの、ポラーブっていう板なんですけれども、うんうん、これが、今年イチオシのまさにセンター幅107ミリの、うん、僕たちが推奨する、はい、うん、板になります、うん、はい、で名前の意味なんですけど、はい、ポーラーっていうらしいんですけど、はい、極地とか、うん、まあ、南極とかですね、うんうん、そういったところの、あとは方向性とか、うん、指し示すみたいな、うんうん、っていう意味の英語と、あとはカーブ、うん、サイドカーブとかの、うん、合わせた造語で、うん、ポラーブ、ほー、はい、っていうのがネーミングの由来になります。なるほどね。でベクターグライド初の、うん、メタルとカーボンのハイブリッド構造、はい、で、サイドカーブとサイドカーブ、うん、あとはロッカー形状、この反りですよね、うん、はいはい、ロッカー形状と、あとは乗り手が実際に板をたわませた時の、うん、そのキャンバー、あ、このベンドですね、たわみ、板のたわみが、生まれる曲線が合わさると、その3つの曲線グッと合わさると最高の乗り足が生まれるっていう。その滑りができたから、はい、あかんやん。ただすごい乗りやすいです、はい、なるほどね、はい、これ乗ったことある。あれ、はい、これ僕のです、はい、あ、はい、そうなの、はい、かっこいいね、はい、ただこれちょっと参考出品でこの色じゃなくて、うん、本当はちょっとちゃんとした色があるんですけど、これちょっとサンプルで、お、はい、テスト用の板でちょっと白なんですけど。でこれ履いてるんだ。そうですね、はい、乗り味はちょっと実際軽くはないんですよこの板、うん、はい、メタルとカーボンなんで、はいはいはい、持った感じは正直あれちょっと重いかなって思うんですけど、うん、いざ滑り出すとその重さはそんなに感じずに、その軽快に足元でシュ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 って動いてくれるので、でそれこそちょっと硬い斜面、うん、ちょっとパックされたところもいいですし、うん、パウダーはもちろんこれぐらい太いので、うん、はい、すごく乗りやすいです。なるほどね、はい、これいいじゃない、これ。そうですね、オールラウンドな1台。このビンディング高いのかしら。あ、このビンディングですか。このビンディングは66,000円。結構すんのね。そうですね、はい、ちょっと高いです。まあでももう一度僕言います、バックカントリー行く前にちょっと練習したいなとか、はい、あ、今日バックカントリーやめないで普通のレジャースキーでもしようかなと、はい、で普通にゲレンデで滑ると、はい、で今の3つの要点が全てできた時のこいつの性能バーンと出ると、はい、もうそこら辺のなんかトップスキーよりもうまく滑れちゃう可能性があると。そうそう、はい、いいですね、はい、コースをちょっと外れてパウダーがあったらまた最近ですね、はい、プチパウダーね、あ、はい、それでもすごいですよ。なるほどね、うん、だからスキーはね、なんか自分でやってる競技とかさ、その他にもう一本持っておきたいですねこれね、はい、そうですね、うん、はい、もう素敵 なんかもう夢がある商品紹介、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いていきましょうか、はい、次が金具。金具、さっき言ったビンディングの新しいものです、はい、はい、こちらがこれ、じゃあそっちまで移動していいかしら。そうですね、はい、ね、なんかね背景はちょっとあれしちゃいますけど、はい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 、こちらが新しい金具になります、うん、お、はい、お、ちょっとねちょっと違う、さっきのと、はい、ちょっとこう普通の金具に見た目は近いと思う。近い近い、はい、で実際にブーツを装着してみるんですけど、うん、
もう普通の金具と一緒です。つま先をこう突っかけていただいて、あとは踏み込んでいただくと、これで、はい、なるほど、ビンディングが装着されます。これさっき の、 あの横から刺さるやつ。そうです。なんですけど滑るときはもうこの状態で。なるほど、はい、普通の金具。だってこれ後ろから取って、これ前からも取るの？いえ、これは普通の金具と一緒です。後ろ、ね、後ろを取っていただければ。こういうふうに。なるほど、はい、で注目すべきは歩くとき。歩くとき、はい、これがですね、うん、これ今普通の形をしてるんですけど、はい、このレバーを倒すと、うん、ガチャンと変形します。変形する。変形します。はい。ですげー。歩くときはこのブレーキもこういう、はい、これで押さえていただいて、はい、これがウォークモードっていう。ウォークモード。そうです。歩くときはこのモードに切り替えます。はい、すごいぞ。でブーツはここに挟む。挟む。そうするとこの状態で歩けます。誰が考えたのこれ。いやすごいですね、これやばいぞ。でここか、はい、これはすごい、はい。でやっぱり今までのテックビンディングもこういうつま先を挟み込んで、うん、はい、歩く形なんですけど、まあ、そうなると、まあ、何がいいかっていうと、うん、ブーツの重さだけでこう歩ける、うんうん、こんな感じです。はい、でこれあれでしょ、スキーの裏にそうですシールって、はい、シール貼って。そうです。でこうやって登ってって。そうです、そうです。はい、で滑るときはまたこれをレバーをこう起こしていただいて、これで 変、はい、変形させてもらうと、これで普通のゲッターロボみたいな。これトランスフォーマーです。トランスフォーマーだな。ゲッターロボ古かったな。やだこれ。これいくらくらいするの？はい、これがですね、金具とブレーキで85,000円です。いやいや、85,000円の価値はありますか。これは、はい、そうですね。じゃあこれ一台積んどけば、はい、ゲレンデ行って、今日は強風でゴンドラ動けませんよと、はい、いやまあ滑りだけどどうしようか、はい、でもパフダーさん、はい、もう登ってっちゃうでしょ。はい、できますね。大体そういう時でね、途中でねゴンドラ動きましたとかね、はい、これはすごい、はい、これも今回ヒット商品、はいはいはい、すいません、なんか、はい、もうスキーの板もブーツ、はい、みんな興奮しちゃってですからね、はい、これはすごいわ、はい、うん、っていうのが新しい感じです。いや、はい、これは会場でみんな見てもらいたいですね、はい、そうですね、ぜひ完成上がるよ、はい、今年から。今年からです。全く新しいです。このシステムは本当に今までなかったので。これやばいぞ、はい、で、あとは軽さっていうところなんですけれども、うん、同じサロモンの、ビンディングが、ツアービンディングのタイプが今までもちろんあったんですけど、うん、ガーディアンというタイプございまして、うん、それが重さ片側約 1300g、うんうん、でこっちの新しいシフトっていうタイプなんですけど、これが 435g、うん、あごめんなさい大変失礼いたしました、うん、865g です、うん、はい、435g も軽いっていう、はい、なるほどね。いやいや、もうこの商品区切ったけなんですけどね、区切ったけなんですけど、はい、ほらよくこういうスキーヤーいるじゃないですか。あ、テレマーク。テレマークこれできるの？できないです。テレマークは違います。あ、テレマークは違う、はい、あれは全く別の道具が全く別です、はい、いやでもこれはすごいわ。トランスフォーマー、はいはい、トラちゃん、シフトですシフトって名前、ね、シフトっていう名前です。シフトというメーカーね。トラちゃんじゃないのね、はい今トランスフォーマーだからトラちゃんって言ったんですよね、はい。さあ、そんなですね、新しいバックカントリーの喜び、さらに追求し、ただね、コース外の滑走は危ないから気をつけましょうというのと、はい、あとやっぱり雪、山、地形をちゃんとね理解して滑ってもらいたいと思います、はいはい。今年もいろんな、ね、事故ありましたけど、そうですね、本当ね、うん、自分で、リスクマネジメントし、はい、あとスキー場の情報もちゃんとゲットして、はい、今回のカスタムフェアでもバックカントリーの方々も来るんで、はい、どの辺を滑るよとか、コースガイドもしてくれると思うんで、お申し込みいただければと。はい、でバックカントリー好きなの？僕は、はい、ずっとやってますね。いつもシーズン中どこ行くの？はい、雪があるところであれば、雪がついてれば、はい、もう固有名詞でどこどこに行くって言わずして、雪があれば言っちゃうとですね。そうだな、そうです、人来ちゃうと。ああ、だからだから、はい、もう釣りと一緒。そうですね、はい、ねえ、あんまりこういいところは教えたくないっていうの、自分で探すの。はい、
会場で彼をゲットしてくださいね。たくさん教えてくれますよ。まあそんな感じで、紹介しました。他には何か商品ありますか？はい、いや、これ、はい、大丈夫です。はい、まあそんな、お話いただきました。バックカントリー、この時期では残雪が残るスキー場まだありますけど、この夏ちょっと超えたら海外に遠征し、海外から戻ったら新雪でまた北海道からね、はい、雪が降ったらすぐに滑ると、いいじゃないですか、はい、最高です、はい、このような商品もカスタムフェアで皆様に準備しておりますので、ぜひ会場で彼を捕まえて、はい、バックカントリーの穴場教えてもらいましょう、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。